お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、アウトローを使ったデッキを紹介したいなと思いますんで、デッキがこちらです。で、まあ、アウトロー入りのスケルトンラッシュです。で、まあ、高回転目の、まあ、槍ゴブリンなどが入った、まあ、そうですね。アウトローが、その、まあ、ナイトアーチャーみたいな感じで、その後ろのアーチャーが、まあ、ローリングウッドでやられてしまうといった、まあカードなんですけど、まあ、それにウッドを使わせたところをスケルトンラッシュで攻めたりするデッキです。ということで、今グラチャで9勝無敗まで来ております。では、いきます。そうですね。なんで、まあ、それはそういったところで槍ゴブリンだったり、まあ、ここの枠はギャングでもいいんですけど、なんか槍ゴブリンの方が意外と使いやすいと思ったので、槍ゴブリンにしています。で、ここはもう、やばい。これでザップ来たらドンマイですけど、まあ、来ないんで、まあ、ここは、しょうがないですね。初手に墓石あったら、ま、墓石で守りたかったんですけど、まあまあまあ。で、後ろから、重ねたい、受けて、相手は多分遅延ホグみたいな感じっすね。そうですね。で、相手が多分ファイボかポイズンかどっちかわからないんで、まあ、もしかしたらロケットっすね。で、頑張る。で、相手が今これポイズン使ってくれたんで、結構まあ、やんちゃな感じではなりますが。で、そうっすね、ウッドが忘れてた。まあ、ウッドで処理されますけど、そこにウッドを使ったことによって、スケルトンラッシュが刺さります。で、これは、まあ、どっちからホグが来てもいいように、と、右側のメガゴを防衛したい、かったけど防衛できない。まあまあまあ。しっかりホグを抑えていきます。で、このアウトローは結構後ろからもう出しちゃえば、なんか、なんとかなるカードなんで、こいつも便利ですね。で、その逆サイドにアイスゴールも立ててあげれば、どっちかに攻めれてあげれるんで、ここは一回待ちます。今攻めても良かったんですけど、結局、ポイズンがあるんで、スケルトンラッシュが刺さらないんですよね。で、ホグ来たんで、ここでもウッドも使ってあげて、防衛ですね。やばい。で、これは逆サイに釣ってあげて、ホグで、じゃないや、相手がポイズン結構使ってきてくれるんで、スケルトンラッシュを刺すタイミングがあるんですけど、ちょいとタイミングが合わないですね。で、ここで今相手がウッド使って、なんで、この後ろに槍ゴブリン。相手が次ポイズン使ってくれたら攻めたいですね。やばい、これはメガゴでしっかり防衛しないと危ない。これ縦が2枚重なっちゃってるのも、あんま良くないですね。ですけど、ここで、相手の逆サイ的な。で、このポイズンはめっちゃ美味しい。相手がこっちにポイズン使ったんで、その、スケルトンラッシュが刺さりますし、逆サイドも意外と入っております。来たくない、勝ったやん。はい。なんか、勝ち方、微妙なんですけど、まあ勝ちました。はい。ということで、次行きます。今一応10勝無敗ですね。このデッキで。なんか、やっぱ縦が2枚あることによって、なんか、使いやすいというのありますね。やっぱプリプリが止めるのがしんどいだったりだとか、なんかそういうことがあるじゃないですか。今プリプリが多いんで。でもそれに対して、墓石もあるんで、有効。まあいいですし、なんか、そうですね、使いやすいんで、意外と、結構良さげなデッキかなと思いますね。でも実はこのデッキ僕が作ったんじゃないんですよね、その、なんか、そのグローバルランキングの人のデッキを結構見るんですよね。やっぱ見る方もいらっしゃると思うんですけど、他にグロラン1位の人どんなデッキだろうみたいな。それでなんか、いろんな人の適当にこう見てたら、なんかあったんで、使ったらめちゃくちゃ強いみたいな感じですね。
なんでまあパクりました。海外のプレイヤーが使っていたデッキをパクってます。いやーマッチングしないっすね。うーん、来たということで2戦目、この日本人の方ですね。しゃあ負けたくない。よろしくと。でも初手はまあちょっと待ってあげて、何か出たらそっちサイドに布石で、何も出なかったらまあ置いてあげればいいかなと思います。でまあこれは槍ゴブレン後ろから流してあげて、でこれは相手がポイズン使ったんで攻めたいところですね。こここのままアイスゴレも出して、アイスゴレメガゴのスケルトンラッシュの形を作ってあげたいですね。あーなるほどね。相手があのさっき言ってたプリプリのデッキですね。ジャイピーピーっぽいですね。でこのメガゴ入る。あーまあ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 。ねこの槍ゴブリンどうせすることないんで防衛しつつ、このチク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 、このチクチクがめっちゃでかいんですよね。今ので、まあ、200も入ってないか。150ぐらいですけど、結構大きいですね。で、戸籍を置いてあげます。で、まあ、後ろからアイスドレメガゴを流しつつ、まあ、アウトローも、そうですね。今出してしまうと、墓石とアウトロー一緒に処理されてしまうのが結構痛いんで、で、ここはもう防衛ポイズン使ってしまえば、相手のあの小物ユニット全部処理できますね。よいしょ。で、このままメガゴが防衛してくれるんで、相手結構対空ユニットが、あー危ない！あの小物、ん？あれしかないんですよね。あの、槍ゴブとギャングとゴブリンじゃない、コウモリ。なんで、まあ、メガゴをしっかり残させてあげれば、防衛は楽かなと思います。で、ここのアウトローは、まあ、ポイズン誘い。って言ったら、ま、そんな感じですね。今これどうしたらポイズンしたくなるっすよね。この墓石とアウトロいたら。シュート攻めます。で、なんか出たら、ま、ポイズンで。で、ここは、槍ゴブリンとメガゴ置いてあげて、やばい、陸ユニットがいない。やだ。待って、やばい。やばい。けど、やっぱこれが高回転の良さですね。平均コスト 3.3 なんで、結構、回転早めです。で、ここはメガゴ処理されるんですけど、2周目メガゴで、おいしょ。ここはローリングウッドいらないですね。で、まあ、ダメージ受けちゃうんですけど、まあまあまあ。こんぐらいは大丈夫ですね。で、これは槍ゴブリンで、削っていきたいですね。でまあ防衛されますけど、今相手はコウモリ使ったんで、で、あーこのポイズンがしんどい。もうなんか攻めるタイミングを逃しすぎてる感じがしますね。待ってやばいやばい、 OK、 待ってやばい、マジやばい。あー墓石 OK、待って、マジでやばい。焦ってる。焦ってる。いや、マジで勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。これは、勝てます。これはさすがに勝てる相性ですね。いや、これは美味しい。相手の読みを、かわしましたね。あー！やばい。こっちに、やりすぎた。ってことはもうこっち行きます。こっち行っちゃいます。で、ポイズン打って、いやー、調子乗ったなー。これ、右側削りたいけど、削れないやつや。やばい。でもこれは、マジであります。やだ、槍ゴブリン。待って、槍ゴブリン！うわー。普通に負けた。もう何もない。ただ負けた。ただただ負けたわー。まあ、
こういうこともあります。で、僕の場合よくあるんで、負けることは本当に。だから逆に負けのリプレイしかないレベルで負けてるんで、まあ見慣れてると思いますが、まあここで勝ちたいと思います。でも今ので初負けなんで、今11戦して、まあ初の1敗なんで、おいしょおいしょ。で、これはまあ墓石で良かったですけど、まあメガゴ出しちゃったんで、で、左側に墓石で、このままメガゴが防衛して OK。 あー、相手うまいですね。ザップが早かったですね。で、まあここで一戦終わった感じですね。一戦終わった？ 1 回目の攻防が大体三種の神器なんで、とりあえず、まあとりあえずこいつを後ろから出してきます。で、相手がやっぱファイブかポイズンかわからないので、攻めたいですけど攻めれないですね。どっちだろうな。で、ここはターゲット取ってあげて、ここで、あー待って、言うの壊さんで、もうすぐそういうことする。敵やん。もう、いやー、墓石なー、あれはもう小序盤にぶつけてあげてもよかったかもですね。だからこのデッキ弱いみたいになるんで嫌なんですけど、ほんまにマジで今回これ結構いいんですよね。使ってて勝ちます。こっから勝ちます。これはもう攻めます。スケラ打ってあげて、ここにポイズン打ってあげて、ザッピーというの処理で、相手がファイボや、これ相手がファイボってことが分かったんで、多分あの相手のスペルがポイズンだと防衛ポイズンしてくるはずなので、相手のスペルがファイボだということが判明しましたね、多分ですけど。しゃあ、ふぅ。で、ここの U の釣ってあげて、よし。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 で、防衛しつつ、このままもうカウンター。で、スケルトンラッシュ出してあげて、もうこれもポイズン打ってあげて、よいしょ！おいし！で、この、なんとかアーチャー。なんとかアーチャーでもない。何？あの、偽物のナイトみたいなやつの後ろにいるやついるじゃないですか。このアウトローのやつセットだから名前なんかわかんないですよね。その、まあ、アーチャーみたいなやつの火力が結構高いんで、ダメージ稼げますね。え、待って。負けるやん。なんで？聞いてない。マジ。いや、あるよ。全然ある。待って、ファイブ来る。いや、ああ！頑張れ。え、待って、ファイブ来た。あー、そうなっちゃう、そうなっちゃいますね。いやー、お疲れ様でした。いや、本当に負けちゃいましたけど、いや負けちゃったんですけど、いや、この時マジで強いんですよね。負けたけど強いと言いたいです。はい、まあ負けちゃいましたけど、まあこれで良ければ使ってみてください。では、お疲れ様です。